チュンリー、とうとうベガの本拠地を突き止めたぞ。お前と親父の仇をこの腕でまとめて撃ってやるぜ。お前も自分の手でベガの息の根を止めたかっただろうけど、今回俺に任せて養生してな。じゃあ行くぜ。竜と同等の格闘能力を持つ男か。剣の格闘データをバトルサイボーグにコピーしろ。総力の源は竜との対戦意識なんだな結構なことだ。そのライバル意識をこのベガ様がサイコパワーで増幅してやろう。大丈夫か？ああ、大丈夫だ。
サンキュー。よし、もう一本行くか。ベガ様、今入った情報でガイルを乗せた軍用ヘリがタイのラオス国境に向かっているそうです。リュウという男の居所をつかんだようです。ガイルがリュウのところへ。このベガ様の先を越そうというわけか。面白い。ケンを連れてこちらから出向いてやろう。しかしケンはまだ完全には。構わん。格闘家同士の宿命の対決をさせてやろうというだけのことだ。ついでに竜も連れて帰ってくる。すぐに用意しろ。はい。ベガ様、竜は俺と戦わせてください。サガット、お前は大事なシャドルの闘士なんだ。格闘の恨みなど忘れろ。でも、もう一度竜と戦わないと俺の名誉が。格闘家の名誉が。つまらん。今のお前の相手は世界なのだ。いや、しかし。サガット、シャドルの掟ではこの私の命令に口答えは許されん。分かっているはずだ。お前には別の命令がある。すぐにニューヨークに飛び、バルログとキャミーの始末をしてこい。シャドルでは計画の失敗も許されんのだ。